このバリアにはね、ハンコが刺さるんですよね。というわけで貫通して上から北斎が見えてるのに、当てていく完璧。さあ、ここでハンコがしっかり1枚やって、そこの2枚目より、さあ、残り時間です。投げて3枚目持っていく。このバリアにはハンコが刺さる。さあ、まず1枚2枚やって、さあ、上にいるシャーカーに当てていく。投げハンコさあ、そして最後のセンサー、1人でやりきってワイプアウト。これは最高すぎる。はい、どうも、たしです。というわけで今日もね、スプラトゥーン3の動画撮っていきたいと思うんですけど、今日使っていく武器はなんと、L3 リールガン D ということで、まあ、自分のスプラ動画でね、初めてかもしれないパブロじゃない動画をね、撮っていきたいと思います。っていうのもなんかね、この武器、クイボという神サブをもらっておきながら、まあ、巷では弱い弱いと言われていて、まあ、その理由がね、このあまりにも弱すぎて悲しみを生んでいるスペシャル、ウルトラハンコくんのせいということで、もう今すぐね、帝王イカとチェンジしてほしいんですけど、まあ、ただね、よくよく考えてみてほしいのが、1シーズン前にね、このハンコという悲しみを押し付けられ、3ヶ月間地獄を味わってきた武器がね、あるんですよね。まあ、それがパブロヒューって言うんですけど。まあ、というわけでね、今回の動画は、まあ、3ヶ月間パブロヒューでウルトラハンコの悲しみを背負ってきたものなら、まあ、このリールガンのね、ハンコも使えるんじゃないかということで、まあ、今動画をね、撮っているわけですよ。ちなみにね、自分はもうずっとパブロしか使ってないんで、まあ、リールガンみたいなね、エイムのいる武器はもう全然使えないと。まあ、なので、これで勝とうとするにはね、もうクイボとハンコで頑張るしかない。というわけで、ね、まあ、早速、怯えた。このバリアにはね、ハンコが刺さるんですよね。というわけで、貫通して上から北斎が見えてるのに、当てていく完璧。今のハンコは気持ちいい。さあ、思わず録画も決めて、そこに見えた味方のカバーに行って、さあ、ラスイチそこ見えてるけど、いや、これは逃げられたが、ここでちょうどガチができたんで、イカロールで決めていく。オッケーオッケー。で、ここはね、一旦下がって、状況検出。ここで下がれるのがリルガンのいいとこだね。さあ、ここ、クイボとメインでしっかり取って、その沼ジャンを、彼前にアサリを入れ、オッケーオッケー。で、ここ、クイボで足場取るの強い。さあ、そこ、もうエイムがない。エイムがない。これがパブロ使いのエイム。さあ、クイボでなんとかカバーし、これ、アサリ続いたら熱いが。まあ、でも、ここはね、味方に任せて、ハンコが溜まるんで、ここで、ハンコがね、どんどんしていくと。さあ、まず1枚やって、そこに見えてる2枚やって、その北斎やれたら熱いけど、時間切れたが、しっかりメインで。さあ、最後4枚目もやっていく。さあ、完璧すぎる。さあ、2個持ってるのやって、残り12カウント、これは味方に任して。さあ、これ粘れたら熱いけど、さすがにね。まあ、今のね、4キルで、カウント6まで進んだんで、かなり良かったでしょう。さあ、そこ、クラブラがいるが、しっかりメインで距離を取って倒し、さあ、そこに見えた味方がやってくれる。オッケーオッケー。さあ、敵に落ちなんで、ここ頑張りたい。さあ、そこに1枚浮いてるのが見えてるんで、仲間と一緒にやりに行く。さあ、そのデコイチラシは、かわいそうなデコイチラシをしっかり倒し、オッケーオッケー、いい感じだね。さあ、ここ、味方が前進めてくれてるんで、まあ、自分はね、中央塗り戻しつつ、さあ、右降りたか。右降りたのは咎めたいが、オッケーオッケー、そこでバリア吐かしたのは特に怖くないんで大丈夫でしょう。まあ、しっかり中央取りつつ、さあ、味方に落ちなんでちょっと怖いが、さあ、どうだ。さあ、潜伏から1枚探しつつ、左にいる。左にいるが、それはやれた。ナイスカバー、味方。さあ、ここ敵のデコチラが来て、そっか、デコイチラシ撃ったのそこなんで、さあ、ここでハンコが、起動して、これやれたら熱いけど、これは、いやもうこれがね、みんなが言ってるハンコが弱い理由なんですよね。あーっと、これピンチ。いや、敵3個なんで、これ全部入れたらすごい。いや、そのデコイチラシはめちゃくちゃいいデコイチラシ。いや、これはゴール止まんないかな。まあ、バリアをちょっとね、奥の方に入ってくれたのがラッキーだけど。いや、2個はしょうがないが。さあ、ここ死ななければ OK。さあ、そこのクラブロしっかり押さえて、あ、行こう。OKOKOK。さあ、味方がいい感じに21カウントで止めてくれたんで、まあ、なんとかなっている。さあ、デコイチラシ。いや、このね、攻めのデコイチラシは強いね。さあ、そこ、左から来てるのしっかり押さえ、まだ1枚見えている。1枚見えてるのしっかりクイボで当てて、これ、攻めきれるか？攻めきっていく。さあ、強すぎるクイボとリールガン。いや、もうさ、こんだけクイボと射程もらっておきながら弱いなんてさ、パブロヒューに失礼だと思わないんですか？さあ、ここで、ハンコが、しっかり1枚やって、そこの2枚目より、さあ、残り時間です。投げて3枚目持っていく。さあ、この3キルで、しっかり勝ち切って勝利と。はい、というわけで21-96です。4ハンコでした。バトルナンバーワン、ナイス。はい、というわけで2試合目やっていきたいと思うんですが、まあ皆さんお気づきかもしれないんですけど、リールガンはいなくなりましたと。はい。というのも、リールガンで活躍できた試合を、あの後いくらやっても取れなかったので、もう持ち武器のね、パブロで、もうハンコを見せつけてやろうと。
これがね3ヶ月間ハンコに耐えたものだということで、さあまず1枚2枚カニもやって、さあ最後そこに見てる、これ投げ当たった、いや惜しい、投げ当たったら惜しかったが、まあここでしっかり詰め切ってスキッキに落として前線上げ、さあ残ったヒロもやってくれた、さあここで前線粘りを見せつけていきたいが、ちょっとクラブラはね苦手なんで、しっかり後ろに下がって避けつつ1枚やっていく、さあそれやれたら熱いけど、いや惜しい。まあ今のねハンコからの連キルで、まあかなり序盤有利取れたんでよかったかな。まあトルネードはしょうがないんで一体エリア終わったし、さあここねイカ忍者つけてるんで、この塗り残しから攻めていきたい。さあこのアップデート追加された棒がしっかり役立っている。オッケーオッケーオッケー、あとこのデ、いやこのステージのデコイチャラ普通に強いな。いやなんだけど味方がいい感じに2キル取ってくれたんでまだ攻めれそう。さあエリアを取るな、スパブロの仕事からの、ここでハンコが、ハンコが行くぞ。さあボムしっかり消し、さあ一人には逃げられたが、そこにいるな、さあそこいる、ラッキーラッキーラッキー、それ見えたかった。さあそこに1枚潜伏してるの見えてるんでしっかり押さえ、オッケーオッケー、ナイス。さあそこカニ、このカニラストラストなんで、ここはねもうカニを仕事させなければ OK。 さあここ、いや耐えきれたら、いや押し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 、いや今のはねシャプマがラスト1人だったんで、まあ自分がヘイトを買って味方がねカバー来て倒してくれないかなと思ったんだけど、まあしょうがないですね。まあそんな困難打開のターン、さあ味方が1枚そこで前上げてくれてるんで、それに合わせて前傷、これやれたのはラッキー。さあここでハンコが溜まって、まあ、早速潜伏からそのスカイ、いや見てますかイカ剣、マジでさ帝王イカとか出すくらいならさ、ハンコのこれマジでどうにかしてほしいんだよな。だから弱いって言われるんすよ。さあいややりそびた、いや惜しいね、今1キロ入ったら使ったんだけど、さあこうセンサーついちゃったんで、もうパブロは前に出れない、しっかり下がってチャンスが来るのを待つんだけど、ちょっとカウントが動き出したんで怖いですね。さあこうハンコで1枚やれたら追加、さすがにか、まあでもこれでハンコで注意をそらし、もうパブロがもう強情に枚詰め、オッケー、これで敵の2枚ヘイトを買ってスクイックを避け、オッケーオッケー、でラストそこにいるの見えてるんで、これやりに行きたい、オッケーオッケー。今のはパブロがね無理やり敵を食い抜けることによって、あの敵の視線をねあえて後ろに向かして、まあ、その隙にね味方にやってもらうっていう、まあ、ちょっと難しいプレイングだったんだけど、まあ、決まってよかったですね。さあここ抑えのハンコは溜まっている。さあこれねカニに当てれれば強いんだけど、いやーこのデコイチラシめんどくさいな、どうしよう、いや待って、バリアバリアバリア、このバリアにはハンコが刺さる。さあまず一応2枚やって、さあ上にいるシャーカーに当てていく、投げハンコ、さあそして最後のセンサー一人でやりきってワイプアウト、これは最高すぎる。さあもう残りね10カウントで適当に前で時間を稼げば OKOK、 もうこれ相手前に詰めるしかないんで、それを味方が抑え切って勝ちと。はい、というわけで16キル5です、バトルナンバーワンということで、まあハンコはね弱い弱い言われて、まあ実際弱いんですけど、まあうまくいった時の気持ちよさはねもう格別なんで、まあぜひ皆さん使ってみてはいかがでしょうか。というわけで最後まで見ていただきありがとうございました。